上芝森平は、日本の武道家。合気道の創始者。合気道界では、海祖と、継承される。和歌山県西室郡西の谷村の富裕な農家に、生まれた。大刀流をはじめとする柔術、剣術など、各武術の修行成果を、大本教や、神道などの研究から得た、独自の精神哲学でまとめ直し、和合、万有愛語等を理念とする。 愛気道を創始した。海祖の他の継承として、沖縄。特に古い皇帝は、王先生、大先生と呼ぶ。身長156センチメートルながら大瀬も力士を投げ飛ばすなどいくつもの武勇伝があり、また老郷に至っても多くの真偽を示し、不正出の達人と謳われた。太平洋戦争中は軍部に有用性を認められ、陸軍憲兵学校、 海軍大学校などで武術指導を行う。終戦後息子で後継者の上芝吉祥丸と共に合気道の社会普及に努めた。合気道は日本国内だけでなく世界的に大きく広まり、柔道、空手道などに次ぐ国際的武道に育った。森平の功績は社会的に高く評価され、四十法賞君三刀隋宝賞などを受賞した。 特に中期のない記述は、上柴森平伝に基づく。1883年12月14日、和歌山県西室郡西の谷村の富裕な農家、上柴家の長男として生まれた。父、よろくは村会議員を務める、村の有力者で、局、海力の持ち主、母行きは会、武田氏の末裔という糸戸川家の出で文をよくしたという。森平は、 ヨロクにとって四十歳にして、初めて恵まれた、待望の男児であり、修正、ヨロクの長愛を受けて育つ。幼少時の森平は病弱で、内向的な読書好きの少年であった。寺の学問書で四書五教を習う一方、数学や物理の実験に熱中するが、これを危ぶんだヨロクは、近所の漁師の子供と相撲を取らせるなどして、 森平の体力と覇気を養うよう努めた。生来負けず嫌いの気象もあり、やがて森平自身盛んに海に潜っては森月を楽しむなど活発で外交的な少年に育っていった。しかし14から5歳までは華奢な送信であったという。1896年13歳。田辺中学校に進むが1年を経ず、中退、取材学校を経て、 田辺税務署に勤務する。1901年18歳。磯事件に加担し、それがもとで、税務署を退職。1902年19歳。春上京し地与六の援助により文房具卸売業、上芝商会を設立。その傍ら天神に新洋流柔術、新影流剣術を学ぶ。商売は成功するが、 夏頃不摂生がたたってカ気をわずらい、店を従業員に譲って無一文で帰京する。田辺で静養し、健康を回復する。カ気克服のため始めた裸足で三夜を駆け巡る、鍛錬により眼見な体となる。同年10月、2歳上で幼馴染の隕石、糸川初と結婚。1903年20歳。 この頃、森兵の身長五尺一寸五分体重二十貫日夜の鍛錬の結果、タンクながら筋骨たくましい重厚な体格となっていたが、長兵検査の身長合格基準五尺二寸に足りず、不合格となる。これに発奮した森兵は、さらに鍛錬に励み、また嘆願を繰り返し熱意が変われたこと、日露間の緊張の高まりなど、時勢の変化もあり、 同年12月の再検査で合格、陸軍大阪第4師団不評第37、連隊に入隊。同時期に、堺の野牛新断流従術、中井正勝に入門。行軍演習や銃剣術の訓練において目覚ましい、活躍を見せ、仲間から、兵隊の神様とも手早された。銃剣術は、上官の代理で教官を務めたという。 1904年21歳。2月8日、日露戦争勃発。1905年22歳。五朝に昇進。軍は森兵を重剣術の教官として内地に留め置きたい意向だったが、森兵自身は戦地への転出をたびたび直訴する。8月、ようやく第2軍大阪第4師団和歌山不評第61、連隊に配属され、 戦地に出征するが、戦争の修勢は、すでに決しており、本格的な戦闘に参加することはなかった。9月5日終戦。1906年23歳。帰国。軍曹に昇進。上官から陸軍富山学校への入学を進められ、職業軍人への道を歩みかけるが、父の反対により、断念、同年除隊し、田辺に帰郷する。田辺では、 しばらくの間進路も定まらず悶々とする日々を送った。夜中に突然飛び起きて、井戸水を頭からかぶる、ついた中暗い室内に閉じこもり、祈祷に吹ける、家人に当たり散らす、山中で断食するなど気候を繰り返した。これを心配した父よろくは、自宅内屋を改造して、柔道場を作り、田辺来遊中の柔道家、 高木清を高額を持って招き指導を依頼した。森平はたちまち柔道に夢中となり、総打の木も軽減、道場には、金剛の青年も集まり青年会の趣きを提す。軍隊時代、柔道修行を通じ森平の体力は、強健さを増し、その合力を買われて、金剛の家々に持ちつきに呼ばれるたびに絹をつき、折ってしまい、しまいには、茶菓子だけ出されて、 持ちつきは体よく断られるようになったという。1908年25歳。坪井正之助より、野球新眼流免許を受ける。1909年26歳。この頃起きた、方熊楠の神社合志策反対運動に共鳴、地元青年、住民を率いて、熊楠に協力し熱心に活動する。1910年27歳。長女、 松子出生。森平が入植し戸籍を置いた、上優別村白滝原野基線2 3 5番地跡に、旧白滝村が混流した、合気道ゆかりの地碑、白滝神社として1919 19年3月に寄港し、同年9月19日に落成した上、白滝神社社殿。建築委員会の寄付世話係筆頭に、 上芝森平の名が残されている1912年29歳。政府の北海道開拓団体募集に応じ、農家、漁民の次三男を、主とする54個84名の、奇襲団体長として、門別郡上湯別村白滝原野に移住する。原生林の抜木などの重労働、夏季の暴風雨、冬季の骨幹、豪雪。 三年連続の協作などのため難儀を極める。森平は率先して、罰木に取り組む傍ら、役所への陳情を単眼に奔走、また発火栽培、製材事業、馬産落農を奨励、入職三年目以降は開拓民の生活も、公典、小学校建設、商店街、住宅の整備を図り、村は活況を呈するようになる。罰木作業への従事により、 森平の強力ぶりはますます強靭さを増した。食料買い出しの帰り三人の強盗に挨拶中に叩き込んだ坂道を転落した馬車を馬ごと上まで押し上げたなどの逸話が残る。また、監獄部屋と呼ばれる劣悪な建設現場から逃げ出した工夫を義教心からかくまい、現場を仕切るヤクザと話をつけて助けてやったことが噂となり、 森平を頼って逃げてくる工夫が続出、それらのすべてを助けたという。これが地元新聞に取り上げられ、森平は白滝王と称され周囲の尊敬を集めた。1915年31歳。2月に所要で訪れたエンガルの旅館で、武術家、大東流の武田総閣に出会い、その技に衝撃を受け入門、宿泊を1月延長し、指導を受ける。 暴力で鳴らした森平だったが、当時54歳、身長150センチメートルに満たない小柄な双角の多彩な極め技に抗う術もなく、ねじ伏せられたという。1916年33歳、白滝に道場を設けて、双角を招き、村の有志十数人と共に熱心に学び、秘伝王義の免許を授かる。森平は双格に献身的に使え、 総閣の巡回指導にも、随行、警察署長や裁判所判事など、地位の高い人物が多かった、総閣の門人を代理指導することもあり、判事を教える有能な人物として評判になったという。1917年34歳。5月白滝に、山火事を発端とする大火災が発生、開拓地はほぼ全焼という大被害を受ける。 森平は住民を励まし不民不休で復興に、東本清掃した。7月長南部生出生。1918年35歳。押されて、上優別村会議員に当選、名実ともに土地の名士となる。1919 19年36歳。父よろく既得の法に帰京を決意、白滝の土地家屋など、全財産を。 武田総閣に上都し祭司を連れ、北海道を離れる。帰京途中の記者内で、宗教団体大本の実質的教祖であった、出口鬼三郎の噂を聞き、よろく兵友の祈祷を依頼するため、京都府綾部に立ち寄り、鬼三郎に開講その人物に深く見せられる。この間に、 よろ死去、物心両面の被護者であった父を失い憔悴した。森平は1920年37歳、一家を引き入り、綾部に移住、大本に入信する。鬼三郎はこれを喜び、森平を自らの金字とし、武道を天職とせよと悟した。森平は、鬼三郎の下で各種の霊峰修行に努めるが、同年8月長男武生9月次男国春を、病により、 相次いでなくす。秋頃、鬼三郎の勧めで自宅に、上芝塾道場を開設。1921年38歳。2月に第一次大本教弾圧事件が起こるが、上芝塾は、波及を免れる。6月、三男吉祥丸誕生。1922年39歳。当時の大元には、陸海軍の軍人も多く出入りしており、彼らも、 森平の門人となっていた。同年春、綾部に総閣が祭祀と共に訪れ、森平は、海軍中将、浅野正康ら門下の軍人たちと共に指導を受ける。9月、目録、愛奇柔術秘伝王義のことを呼び、大東流愛奇柔術教授代理の資格を授けられる。この時から鬼三郎の命名により、自らの武術を、 愛奇武術と称し、また武道としての精神的な裏付けを求め、言霊の研究に没頭する。同年、大元の食料自給体制の責任者、農園世話係に、就任、開墾農作に従事しつつ、武道修行に励む生活方式、竹実一行を実践する。7月母雪死去。1924年に41歳。2月、万毛の地に、 宗教国家の建設を目指す鬼三郎に随伴し、出国、満州へ渡る。関東軍特務機関圧戦の下満州の支配者、張作林配下の馬族、路仙海の率いる、西北自治軍と共に、モンゴルへ向かうが、路の独走を疑った、張の作望により幾度も、死の危機にさらされる。この時の銃撃戦で、敵弾が来る前に、 光の粒手が飛んでくるのが見え、それを避けることで敵弾から逃れるという体験をする。六月吉林省白恩太氏へしゃげ付近にて、蝶の世を受けた死な中央政府官兵、法天軍によって捕らえられ通り、寮に連行、牢及びその部下はことごとく銃殺。鬼三郎、森平ら日本人、一行六人も銃殺状に引き出され、死を覚悟する。 しかしたまたま鬼サブローラの遭難に気づいた日本人旅行者が日本領事館に通報、パインタラに駆けつけた日本領事館員の交渉により処刑は直前で中止され、休止に一生を得る。鬼サブローラは日本領事館に引き渡され、7月本国に送還された。第一次大本事件によって大元の活動が制限される中、 鬼三郎は大長編女子詩霊界物語の口述に力を注いでいた。特別編、入り儲けは、万毛探検パインタラ事件の大研記であり、上芝は、守高の名前で登場する。現地人の前で柔術の実習と実技を行って、人気を集めたが、強すぎて、悪人と誤解されることもあったという。1925年42歳。春頃。 綾部にて、剣道教師の海軍将校と対戦しこれを退りぞける。この時も相手の木剣が振り下ろされるより早く、白い光が飛んでくるのを感知して、相手の攻撃を素ででことごとくかわし、将校は疲労困憊し、戦闘不能に陥ったという。その直後森兵は、井戸橋での行随中に、突如大地が明動し黄金の光に全身が包まれ、 宇宙と一体化する幻影に襲われるという神秘体験に遭遇。武道の根源は神の愛であり、万有愛護の精神であるという理念的革新と、気の妙有という武術極意に達する。1925年42歳。この頃から胃腸、肝臓の持病にたびたび悩まされる。秋、すごい武道家がいるという浅野正康の紹介により、森平を知った。 海軍大将、竹下勇に招かれて、状況、白尺、山本権兵等各界王人の前で演武を披露、感銘を受けた、山本の依頼により、青山御所で、自重、武漢に指導を行う。梅田清指定森村一左衛門邸に、仮道場を設ける。これを機に、再三状況を促されるようになり、後に起こる、第二次大本教弾圧事件を予見した。 鬼三郎の勧めもあり、1927年44歳、東京へ移住。武田総閣、大東流からも徐々に距離を置き始める。島津公爵邸に道場を設け、翌1928年には、宇都海勝次男爵邸内に移転。この頃、新影流19世、野牛と七家の皇帝で達人と歌われた、元海軍中佐、下条小三郎から、 同流剣術を学ぶ。1930年47歳。行動館柔道創始者、加納治五郎が皇帝二人を伴い来訪、森平の演武を見て、これこそ真の柔道だと称賛する。加納は、行動館からも月実を派遣し、森平に弟子入りさせた。1931年48歳。新宿区若松町に、道場。 公務官を設立、激しい稽古ぶりから、地獄道場と呼ばれる。この頃の教授対象は、皇族、家族、軍人、警察官、実業家、武道家の指定など一部の層に限られた。入門にあたっては、身元の確かな二人以上の保証人を条件とし、部来のやからに悪用されの要航開を厳しく、制限した。また、軍部の要請で、陸軍富山学校、 憲兵学校、中野学校、海軍大学校などで武術指導を行った。1932年49歳。東京に数カ所、また大阪曽根崎警察署、大阪朝日新聞本社などに森平の道場ができ、指導に奔走する。8月13日、鬼三郎の依頼で、大日本武道戦妖怪を組織し会長に就任、帰還し、武道を発刊。 1933年50歳。兵庫県武田町に、武実一女方式の、大日本武道専用会武田道場を、開設。大本信者に限らず一般の修行者にも開放。東京の公武館と並ぶ西日本の拠点となり、西の地獄道場と呼ばれる。1933年50歳。技術書、武道練習を表す。 1935年52歳。記録映画、武道が収録される。第二次大本教弾圧事件で警察の取り調べを受ける。門人であった大阪府警察部長、富田賢治らの尽力により、不問となるが、一時田辺に謹慎。1936年53歳。6月、死、武田総閣が森平の道場のあった。 大阪朝日新聞本社に突如来訪する。この方に森平は、そうかとだけ言い、総格に会うことなく、弟子と共に東京に去り、以後大阪朝日新聞道場の指導は総格が行った。森平は、この頃から、合気武道を名乗り、大統領との差別化と独自性を強めていく。1937年54歳。 同時期、上芝は週に一度海軍大学校を訪れ、若手将校に愛機武術の講習を行っていた。7月7日に露光橋事件が発生し、やがて品事変に拡大する。第二連合航空隊参謀に任命された、源田実少佐は、上芝に出陣前の最後の稽古をつけてもらう。この際、上芝は、今度の事件は、 全世界的な大動乱に発展すると断言。後に、現田は、その時からすでに24年の歳月が流れているが、私が大学校の講習学生の時代に、上柴先生のような武道の達人に、わずかの期間でも教えを受けることができたのは、非常な幸いであった。この人の教えを通じて、寺本先生の陶水と同様に、私たちの通常の学問では切り開くべき。 欲望さえも起こらないような、未開発のしかも極めて尊い境地のあることを、知っただけでも幸福である。と回想した。12月5日、加納寺五郎の紹介で、弟子の赤沢善三郎と共に署名欠板の上か島、新東流宗家、吉川光一郎に入門、県議を学ぶ。満州国武道顧問、建国大学武道顧問等に就任。愛機武道が、 建国大学の成果に採用される。1938年55歳。技術書、武道を表す。7月に、陸軍中野学校が開校すると、相機道の教官を務めた。1939年56歳。満州国武道会場無理事天竜三郎の招きで、公開演舞会に出場、腕試しで、天竜を投げる。 1940年57歳。財団法人公部会として、厚生省より認可を受けた。初代会長、竹下勇、副会長、陸軍中将、林勝良、理事に、公爵こ野文踏陸軍中将、前田利成、東京帝国大学医学部教授、二木健造ら。1940年57歳。この頃から、 茨城県岩間町において、愛知神社の建設に着手する。昭和10年頃から同地に土地を少しずつ買い足しており、引退後の住みにする計画であった。1941年58歳。12月8日、日米開戦。この前後に、この絵踏み丸の依頼を受けて、中国大陸に渡り、品派県軍総司令官。 旗春六と連携し、紹介石との和平交渉工作を試みるが不守備に終わる。1942年59歳。戦時統制策により、公部会は政府の外閣団体、大日本武徳会の合気道部に統合され、便宜上、合気道を名乗る。森平は武徳会には、門人の平井実るを代理人として派遣。これを機に自らは、 一歳の公職を辞し、後部官道上長を、息子吉祥丸に譲り、妻は津と共に、岩間に移住、愛機神社及び、住居周辺を開墾指導場の建設にも着手、利義により、金100円を貸しされる。道地を、愛機園と名付け兼ねて、より念願であった、竹実一女の生活に入る。1943年60歳。5月3日、武田総閣が、 青森にて死去。去年84歳。この頃森平は岩まで大病を患い一時、重篤な状態となって、二期建造の往診を受けており、総格の葬儀には参列しなかった。1945年62歳。東京の本部道場は、空襲による消失を免れるも、避難民を収容し、活動困難となる。終戦となり、 戦地より福音した弟子たちは岩間の森兵を頼って集まり、やがて吉祥丸の手により、本部道場も復興、東京と岩間を軸に戦後後部会の活動が始まる。1948年65歳。2月9日に後部会は財団法人愛機会と会称、岩間の愛機園を本部とし、改めて文部省の認可を受けた。この時初めて正式に、 愛奇道を名乗る。これにより森平は、初代愛奇道、同種となる。1950年67歳。4月、愛奇会帰還し、月間、愛奇会放発行開始。この頃より、全国各地の道場を森平が訪れ指導を行うようになった。1954年71歳。日本総合武道大会で森平の皇帝。 塩田豪造が優勝し、在海人の援助を得て、養親館、愛気道道場を創設し、愛気道の普及に名乗りを上げる。愛気会もこれに大きな刺激を受け、大学、館長、企業などに相次いでクラブを設立。愛気会本部を岩間から東京道場に移し、本格的な愛気道の普及に乗り出す。1956年73歳。 9月5日間にわたり百貨店、高島屋東京店屋上で、吉祥丸企画による、合気道発の一般公開演舞会開催。1960年77歳。1月、森平のドキュメンタリー映画、合気道の王座が NTV により制作される。5月14日、東京代々木山屋ホールにて、合気会主催。 1> 第1回号機動演舞大会が開かれ1600人の監修を集める。11月3日、四示法賞受章。1961年78歳。ハワイ愛機会の招きにより、都米、ハワイ各地で演舞指導を行う。11月1日、公共演友会に招待され出席。ドキュメンタリー映画、愛機道が制作される。 1962年79歳。森平監修、吉祥丸著による、初の一般向け技術書、愛機道が出版される。1964年81歳。愛機道創師の功績により、国ン島曲実賞受賞に助せられる。1966年83歳。ブラジルのアポストリカオルトドシア教会総大司教より、最高名誉称号。 白尺くらいを贈られる。1967年84歳。7月、吉祥丸が、愛機会二代目理事長に就任。12月15日、近代的な鉄骨三階建ての愛機会本部道場が、新築完成。1969年86歳。4月26日午前5時、肝臓癌のため、東京本部道場同士基地の自宅で死去。 同日、生前の、愛気道の創始、並びに、普及の功績により、政府から聖護位、君三島随法省を追贈される。記事田辺市の鉱山寺が墓所となった。戒名、愛金、森竹園雄大同士、和歌山県田辺市名誉市民、茨城県岩間町名誉町民の称号を贈られる。6月14日、吉祥丸が二代目道主を継承。 6月26日、妻初も病のため子を追うように死去。1975年田辺市にて、検証式典開催、鉱山寺墓地に、海祖、上芝森平姫が建てられた。1988年田辺市で、第5回国際愛気道大会が開催されたのを、記念し、大木ヶ浜公園に銅像が建てられた。2009年茨城県笠間市愛気神社に銅像が、 立てられた。そうしたら先生は、あんた天竜さんじゃないですか。あんたもおそらく、このじじイが、こんなにうまく投げられるとは思わないだろう。しかし武道というものは、そんなものじゃないといい。自分は、左手の方が弱いからと左手を出し、あんたは力も強いだろう。力も何も入れてないから何をしてもいい。やってごらんなさいと言われたのです。私は、 このじじい何を言ってると思い、手を掴んだのですが、途端ハッと思いましたね。まるで鉄棒を掴んだような感じだったのです。もちろん、私どもは、相撲界にいて、いろいろなことを知っていますから、これはいかんと思いました。もうそれで負けですよ。でもそのまま下がるわけにはいかず、とにかくねじ上げてみようと、ぐーっとやったが、びくともしない。それで両手を使って、 力いっぱいやろうとしたのですが、それをうまく、ドーンと使われてひっくり返されていた。こういう武道があるかと本当に驚きました。その晩先生の宿舎を訪ねて、どうか弟子にしてくださいとお願いしましたら、牛込若松町の道場へ来なさいということになりました。上芝森平と合気道一天竜三郎インタビュー、228から229ページある日の夕方。 ふらりと連兵城を歩いていると、何か身の回りがおかしい。はは、こりゃ何かあるなと、思っていると、ふいにそこここの草むらやくぼちから、わっと三十名ばかり踊り出てきた。ぐるっと足を取り囲み、手に手に、木刀や木銃を振りかざし撃ってかかってきた。ところがこっちは、ふい打ちはもう昔から慣れっこなんで、へとも思わない。四方八方から襲ってくるのを、 ひらりひらり体をかわし、ちょいちょいとつついてやると、面白いように転がる。木刀とか木獣は結構重いから、むやみに振り回せば、その分だけエネルギーが消耗されてしまうのは、理の当然である。ものの後、6分でみんな息切れして、繊維を喪失してしまった。上芝森平伝240から241ページ。もっと自信持ったのはね。 うちの女房のいとこが憲兵隊長をしてたんだ。彼は部下に、上柴先生を闇打ちさせたらしいんだ。ところが、部下はことごとくやられたらしいんだ。お前、愛気道やってんだってな。いやあの、じいさんは強いぞ、本物だぞ、そういう風に言ってたよ。荒川博インタビュー、機関愛気ニュースナ、no. ンバーワン4232ページ、僕は、 先生が飛んじゃうんじゃないかと心配しながら木刀でバーンとバッティングの要領で引っ張いたら僕の方が上芝沖縄の右前方へ前のめりになった。こらえけねえと思って思い切ってもう一度バーンと引っ張いたら今度は僕が吹っ飛んじゃったよ。僕がバットを振った途端に何か木刀がくっついたかなと思っているうちにドーンと向こうに持っていかれちゃった。もう信じられないよ。 ちょうど鉄棒を引っ張たいてんのと一緒だろうな。だから振った、分、僕の力の分だけ飛んでっちゃったわけだよね。それが先生が76から77歳の時だよな。そういう話がいくらでもあるわけよ。例えば、荒川くん、おいでって言うから言ったら、頭を、ヒュッと触られて、ぐじゃって潰れちゃったこともある。荒川博インタビュー。 期間愛気ニュースナ、no. ンバーワン4232ページ、私が初めて、上柴先生のお稽古を拝見した時に感じたことは、あれあれ、これは、見事な八百長だなぁ、と。そのため、当時は3日に一度以上も参上していて、先生に学ぼうなんて気持ちは一変もなく、勝手な熱を上げていっぱいごちそうになり、それで引き上げてきたものでした。ある日、昔なら、 加が百万国の殿様、当時陸軍少将だった前田利成さんが稽古に来られ、書生が前田閣下がお見えになりましたと私と対談中だった老先生に知らせてきました。しかし、話に花が咲いたのか、老先生は立ち上がられない。そのうちまた書生が前田閣下がお帰りになりますと報告に来たが、それでもまだ立ち上がられない。 私がびっくりして、前田閣下を、お送り申し上げなくてもよろしいのですかと言ったところ、老先生は玄関に、あなたはお客さん、前田さんは弟子だ。お客をほっといて、なんで師匠が弟子を玄関に送らねばならんかと申された。さすがの豪女者の私も、この一言には、返答できず、ただ頭を下げたことでした。かくして二年くらいの間、上芝道場に出かけては、 わがままいっぱいご迷惑をおかけして、昭和9年春、朝鮮の刑場に剣道師範として赴任しましたが、出発前のある日、老先生の稽古を拝見して驚いたの驚かないの、びっくり行天ああ、これは本物。この2年間俺は何を見てきたのだろうか。俺の目は開いているのに何も見えていない。なんと情けないことか。全く残機に耐えない。 涙を流して過ぎ去った日々を惜しんだものでした。その後上京するたびに老先生を訪れて、道を伺い、今日に至ったのです。道本昭彦編著、羽賀順一剣道移行集、島津書房124から126ページ、若い頃、私は、愛機道を習ったことがあった。ここんまれに見る柔術の名人であった、上芝守孔子についたが、死は、 どのような強力無双の相手でも、自在に手玉に取り、見るものに、やおちょうと思わせるほどだった。私も最初はそう思った。しかし、自分が実際に手を取ってもらい、初めてその実力に圧倒された。死は入り未転換の術に妙を得ておられ、仕方八方から打ちつかせ、前後左右の体裁きで、相手の力を利用し、簡単に投げ飛ばしておられた。これを見たとき、 私は、剣道も前後の身体だけでなく、左右の動きを考えなければいけないと思った。そして少しずつ研究しては、稽古に取り入れていった。後年、この発見と修行が大変役立っている、と思われる。極意に一歩でも近づく修行は、あらゆることから始めなければと痛感している。道本秋彦、鬼伝中倉清烈列剣布。 スキージャーナル96ページ女の子と稽古している時にお前は受け身だけ取れ女の子は大事にしなければいけないと1時間受け身を取ってました。海藻の横顔164ページ渡辺信行私は安倍について調べるうち不思議なところにたどり着いたイギリスの合気道である安倍は昭和31年イギリスに渡っている 在英合気道家ヘンリー・エリスが教えてくれた。イギリスでは、安倍先生は、非常に優れた、柔道家として、また、初めて合気道を持ち込んだ、武道家として、有名なんです。しかし、安倍が合気道をやっていたという日本の資料はない。安倍先生は、京都の武線を出た柔道の専門家です。一体どこで合気道を習ったのですか疑問をぶつけてみると、エリスは、 数十年前その行きつを安倍に直接聞いたことがあるという。安倍はつたない英語でエリスに説明してくれた。安倍が20歳前後で竹千の学生だった頃の話だ。柔道の試合のために容疑者に乗っていた安倍の向かいの席に髭を伸ばした老人が座っていた。目が合うと老人が言った。私は君を知っているよ。私は柔道のチャンピオンですから。 ご存知なんでしょう。安倍はあくまで陰銀に答え、礼儀として老人に名前を尋ねた。あなたの名前も教えていただけませんか。上芝森フェーダー安倍は、上芝の名を知らなかったので、興味を覚えず、疲れているので、眠らせていただきますと言った。すると、上芝が、安倍の顔に小指を突き出した。この小指を折ってみなさい安倍は。 その比例にイラついて、上芝を黙らせるために思い切り小指を握った。その瞬間、安倍は、車両の床に組み伏せられた。安倍はその場で、上芝に、弟子入りし、10年間合気道を習うことになる。エリスは、安倍先生は、大変控えめな方です。自分からこういう話をしたりはしなかったので、疑問に思った私が聞いてみたんですと言うから、客色なしの真実だろう。 安倍は、柔道家としての修行を続けながら、上芝に、相木道も習っていたのである。安倍の柔道には、相木道の血が流れていたのだ。その血が、木村をして、まるで真綿に技をかけたようにふわりと受けられ、全然効き目がない。かける技かける技すべて同じ調子で受けられてしまう、と言わしめたのだろう。増田都志木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか塩田。 合造の合気道人生という本によると、古典的な達人の教え方で、一度型を見せたら、同じ型をしない、弟子が見せても、結構や、結構やといい現代武道のような、細かく手取り足取りを教えたり、細かな技術体系があるような教え方ではなかった、ようだ。メモをしても怒るため、なぜ教えてくれないのかと、弟子が問うと、教えてしまうと、 型にはまってしまいそれ以上伸びず、お前のためにならないと煙に巻いていた。このため一握りの人間はかなり強くなれるが、才能のない人間は全く伸びずやめていった。塩田はこれではダメだと思い、誰でも上達しやすいように、難解な言葉を避け、わかりやすく上達しやすい、技術体系を心がけ、教えた。初期の頃愛機会が、 炎伝の養神館に人気面で後人を配していたのはこのためである。カッコ内は入門した都市 DVD 小説ノンフィクション漫画映画。ありがとうございます。